関連をします。彼の装備への完璧な装備作業があったこそ、航空機は安全に飛ぶことができます。このように一つの救援任務を行う際には多くの隊員が協力しなければなりません。そのため、科学救援隊と戦闘ともつれ無線審査に向け、部隊一丸となって24時間365日常に出動の作業を救援隊と行っています。ただいま、被害者に参加している隊員の当該実践活動に入りしました。ここでご案内です。第一特大隊において当該性部品対応を行っております。落下傘降下訓練の準備の需要は、落下傘の垂直走行を行っております。また、垂直したまま地面撮影が可能です。ポストの選択にお越しください。以上をもちまして、小松教員さんによる本日会をやります。本日のモデーターは、ヘリコプター船号、一般空港空港と17区、北海道出身、担当空港、平川あかねでした。空本部、整備隊。パイロットが所属する共同体の飛行班が小松基地に所在しており、共同体の兵器管制官が所属する管制班が埼玉県の入間基地に所在しています。我々は全国の戦闘機部隊及び警戒管制部隊の各部隊から選ばれた操縦者及び兵器管制官によって構成されており、全国の戦闘機部隊に対して敵役を演じ、全国の部隊を強くすることを任務としています。つまり文で字のごとく、全国の部隊を教え導くことにあります。2機が離陸のため滑走路に侵入しました。最初は1番機エレ、2番機ブライトのそれぞれ短期による離陸です。離陸の間隔は20秒となっています。1番機エレが離陸滑走を開始しました。ギアとラップを上げてきれいに離陸していきます。
ご覧いただきありがとうございました。